はい、始まりましたハイチのダラダラジオ、今週のテーマはまたこのダラダラジオを完全私物化していくんですけども、お持ち絵というテーマで喋らせてください。すいません何のこっちゃって方いると思うんですけど、ちょっとコミュニティにはね、昨日流したと思うんですが、私ハムスター飼ってまして、ただねこのチャンネルのアイコンの子じゃないんですよ。実はうちハムスター4代目で、この前といたお餅はね、で今アイコンになってる、このチャンネルのアイコンになってるのは1代目初代の子なんですよ、実は。そうだから違う子なんですけど、そうで、お餅を飼ってて私溺愛してましてもうね、めちゃくちゃ大好き で仲良しだったんですよ。でそのお餅がですね、天国に旅立ってしまいまして。そうなんです。それが昨日、まあこれダラダラジオ撮ってる今日ですね。でまあ、極力今明るいテンションでこうね話そうと心がけている感じなんですが、まあ本当今日のね、もう今日の話になるんですけども、まあ、ちょっとこうなんていうのかな、まあ、お餅がこう本当1歳までいかなかったから短い期間ではあったんだけど、これを通して思ったこととか改めてね、今日まあお餅の死を目の当たりにして感じたこととかを、なんていうかな、残しておくのはやっぱりお餅にとってもいいことだし、みんなにとっても何かを感じてもらえることなんではないかなという理由をつけて話しますよかったらねお付き合いください。で、まあお餅のがどんな子かっていうのはサブチャンネルにね動画上げてるので、よかったら見てほしいんですけど、でしかも昨日も上げたんですよ、お餅の動画。たまたまね、一昨日かなぐらいに、自分がそのお餅の家を掃除してる時にさ、やつ逃げ出すんよね。めちゃくちゃバーってどっか行っちゃうから、逃げないようにさ、ちょっとこう部屋の屋根の部分を床に置いてそこに中に入れると、あいつ脱出できないからそれに出せ出せって暴れてるところの動画をたまたま撮ってたんよ。めっちゃ可愛いなと思って、でそれをね投稿したんで、よかったら見てくださいでさ、まあ我が家にやってきたのは4月だったかな。で生まれはね3月12なんですよ、彼女お餅ね、お餅女の子なんで、そう俺と1日違いなんですけど、でやってきて、だからまあ本当何ヶ月だ、9ヶ月ぐらいだったのかな、命としては。まあハムスターはね短命なの、ちょっとねジャンガリアンだったから種類が短命なんで、まあそれでもまあ2年ぐらいは生きてほしいなと思ってたんですけど、でまあ俺の責任もあって、今回はそう、なんだっけ、気温がね寒いところにすごい弱いんで、ジャンガリアンは気をつけてはいたんですけど、ちょっとこうなんていうんだろう、低体温症になってしまって、朝もう冷たくなっててね。ただそのなんていうんだっけな、なんだっけ、疑似冬眠かってなるんで、そう温めてあげるとこう、まあ一応息を吹き返すというか、でももう知ってたので、もう速攻でいきなりねストーブとかで温めちゃうとまずいから、もう自分結構体温が高いんで手で温めようと思って温めたんですよ。ただ結果的に何時間、3時間ぐらいか、俺ちょっと今日っていうか、あれか、昨日は1時からねイベントがあったんですよ、オンライン登壇しなきゃいけなかったん でその前まではこう3時間ぐらいずっとね手のひらにこう包んで、戻ってこい戻ってこいってそう言いながら願って、でちょっとね暖かくなってきていけるかなと思ったんだけど、うん、結果的にはねちょっと戻ってこれなくて、お餅がそうせっかちだからさ、そうめちゃくちゃせっかちの子なんよ。そう本当にね女の子とは思えない、もうなんかじゃじゃ馬っぷりあそこがめちゃくちゃ可愛いんだけどね、そうちょっとせっかちだから早く天国行っちゃったんよね。そうでそのすぐにね、うちその動画にも上げてたこともあって、結構ツイッターとかでもさ、かわいいかわいいってお餅のことね間接的に可愛がってくれる方すごく多かったから、早くこう報告しようと思ったんだけど、その1時からのオンラインイベントがさ、そこでもちろんツイッターのことを知ってる方もいるだろうし、そこに来てくださる方ね、来てくださる方に気を使わせたくないなと思って、だからイベントが終わってから発表というか伝えようと思って、まあ、ちょっと時差ができたのね、そこに関しては。そうでまあなんだろう、正直そのオンラインイベント始まる直前までやっぱり俺泣き虫だから、
めちゃくちゃ部屋で泣いてて、でも目腫ら、あのオンライン登壇さ顔出すからさ目晴らしちゃまずいと思ってでもなかなか切り替えられないけど、あの俺部屋のさその仕事部屋の仕事机の目の前にちっちゃい黒板があるんですよ。そこによくあのなんだスケジュールとかやるべきことを書いたりするんだけど、そこにぐちぐちしないって書いてそうお文字に笑われるぞっつってね。そうでそれ見ながら、まあそのイベントはね本当ちゃんとやってで終わった後にめっちゃ泣くっつって、そうでそんな感じだった。でまあそのサブちゃんにね昨日あげた最後のお餅の動画をの概要欄にもちょっと書いたんだけど、やっぱり、まあ、後悔は出るわけよ。そうね、なんかもっとさ一緒にやす、本当に最初はめちゃくちゃあいつ噛む子で本当いっぱい噛まれたのね。でも、まあ自分で言うのもなんだけど絶対に俺家族で一番可愛がってたから世話もしてたから、やっぱり仲良くなってて普通にもう慣れててさ手のひらでわちゃわちゃ遊ぶし俺の手のひらでいやもうめっちゃ可愛いめっちゃ可愛いと思ってさやってたんだけど、でなんつうのかな、でもそれでもやっぱりもっとねもっと遊んだけでよかったなとかさ、もっと動画撮っときゃよかったなって思うその後悔の気持ちはまあキリがないわけ、そんな考え始めると。うんでまあなんつうのかな、その結局ね死んでしまって天国ね天国に行ってしまって、でなんつうのかな、こうやっぱり生きてるうちに生きてるうちにというか、例えば一緒に遊ぶっていう行為もそうだし、まああの子はねハムスターだからさ俺が喋ったことはね理解できないと思うけども、当然でもまあもしそれを人に置き換えた時にだったら、やっぱり伝えたいことは伝えられるうちに伝えなきゃダメだよなって、ありきたりよ、めちゃくちゃありきたりなとこだけど、まあ、改めてすごく思ったよね。だからなんで今回こうダラダラ上でこの話をしてるかっていうと、やっぱりなんていうのかな、感謝の気持ちも好きっていう気持ちもそうだけど、やっぱり伝えたい時に伝えないともったいないよっていうのは思ったよっていうところで、もともと俺すごいそこは大事にしていて、俺あんま人に対して好きとかっていうのが恥ずかしいってあんま思わないよ。それが別に男同士だとしても、俺好きなもんは好きだから結構いらっしゃると思うよね。あんまこうなんだろうな、褒めるのとか、まあ、好きとかいうのをポジティブな感情を伝えるのがちょっと恥ずかしいみたいな、いやわかるんだけど俺も昔そうだったから。でも例えば小学俺5年生と6年生の時の担任の先生が同じ先生だったのね、小学校の時で。それなんでかっていうと、小5の時にその先生女性の先生なんだけど受け持ってもらって、俺めちゃくちゃ好きだったので、すごいうちのクラスにも人気があって、でもちろん全員の同意があったわけじゃないんだけれども、俺その時5年生の時だったかな、多分俺学級委員長やってて、確かだよな。でその男の委員長と女の委員長みたいなのがあったんよ、一人ずつで。その女性の方の委員長と俺校長先生に直談判しに行って、で6年生になっても同じ先生にしてくださいみたいなそう言いに行ったんよ。で結局それしてくれて、もちろんそれがね嫌だったことも言ったと思うんだけど、もうそんなことは気にしてなくて、当時はそう本当にその先生にしてほしくて、なんか卒業をその先生に見てほしいっていうで見てもらって、本当お世話になったのね、すごい大好きな先生で。でもその先生が、俺らが中2ぐらいの時にまだ35、6歳だった、本当今の俺の年ぐらいだ、で亡くなったの。確か乳がんかなんかでだったかな、確かがんだったと思うんだけど亡くなったんだよね。で俺確かそれが人生初めての葬式だったんよ。泣けなくて、そうで正直その泣けなかった自分にすごく腹立ってたんだよ当時ね。でも、今思えばショックすぎたんよね、受け入れられなくて亡くなったことが。そうでやっぱその時にまあその先生に対しては割と思ったことすごく言っていたけれども、改めてやっぱり伝えられるうちに伝えなきゃダメだよなってすごく思ったんだよね。でそれからは好きなものは好きって言うし、ありがとう、特にありがとうとごめんなさい、特にありがとうの方が強いかな、俺あんまごめんには多分言える方だと思うんで、ありがとうっていう気持ちっていうのはちゃんと伝えようって思って、なんかそれを心情にしてっていうと、そこまで言うと大きいけど、なんか大事にして生きてきたよね。そう
だからそれを改めて思ったし、でやっぱり自分が塾講師やってる時もそうだけど、まあ年頃だからさ、みんななかなか難しいじゃん、親との関係も、親の親御さんも素直じゃないからさ、この時期ってすれ違っちゃうこと多いと思うんだけど、でもなんかね、小言言ってきてムカつくっていう場面もあるかもしれんけど、でも感謝の気持ちが出てきた時にはやっぱ伝えてしまった方がいいよと思うんだよね。うん、だからなんかそれを改めて言いたくてさ、今回ねダラダラジオで喋らせてもらいました。うん、だからなんか、うん、そうだね、まあ、もっと正直言えば本当にもっともっと遊びたかったし、正直なんか動画とか見るとやっぱりまだなかなか受け止められなくて、本当に死んじゃったんだなってさ、空の誰もいないケージを見てさ、あの家をね、お持ちの家を見てそこで実感するけど、うん、でももちろんね、その俺がお持ちのことを忘れなければお持ちは本当の意味で死ぬことはないから、もちろん忘れることはないし、そういった意味でもそうだけど、お持ちがたった9ヶ月間の命だったけれども、そのお持ちが生きてきた9ヶ月間、その9ヶ月間に意味を持たせられるかどうかは多分俺次第だと思うんだよね。俺がこうやってここで動画で喋ることによって、みんなに何かを感じてもらうことによって、お持ちが生きた意味ができると思うし、そう、ごめんね、なんか俺のエゴだけど、それは、うん、エゴだけど、エゴらせてくれそこは。そうだから、きっと今日だけじゃなくて、もしかしたらどっかの引き合いでまたお持ちの話を出すかもしれない。うん、それは自分の中でお持ちって存在はそれだけ大きな子だったからさ、そうって思って喋らせていただきました。多分このダラダラジオをね、聞いてくださってる方の中にもお持ちのことが好き、可愛いって言ってくれてた方はいると思うんで、改めてになりますが、本当にね、お持ちのことを可愛がってくれてありがとうございました。俺飼い主バカなんで、あいつのこと大好きなんで、お持ちのことだから、ただただ嬉しかった。それがね、可愛いだろう可愛いだろうって自慢の子だったんでなので、まあまあ、お持ちのことはね、もちろん俺がずっと忘れないでいるから大丈夫なんだけど、なんか動画で残ってるからさ、ふとした時になんか勉強疲れた時とかさ、なんか友人関係とか恋愛関係うまくいかない時とかにさ、なんかちょっと癒されに来てよ。うん。なんかお持ちの、アホなちょっとね、ちょっと丸気の姿を見て、クスって笑ってくれたら、なんかそこでもまたお持ちがね、生きた意味ができるのかなと思いますので、よかったら、これからもね、見てあげてください。はい、ということで、完全私物化されたダラダラジオは以上でございます。すいません、ありがとうございました。お付き合いいただいてね。で、なんだかんだで、2020年もあとダラダラジオ何回喋れる、今日13だからあと2回よ怖い怖いまああと2回ね、まあ何喋るかまだ決まってないですけど、まあひとまずまたね、来週の日曜日に何か喋っていきますので、もしよかったらね、次回のダラダラジオもまた聞いてみてください。すげえ急に寒くなってきましたから、まあコロナもね、だいぶちょっとまた広がってしまって、そこの点も心配ではあるんですけれども、お一人お一人みんながね、体調気をつけていただいて、健康第一だからね。そう、まあ、受験とか追い込まれてもうわーってなってる子もいると思うんだけど、まずは本当健康が第一なんでね、体ケアしながら、体大事にして、睡眠しっかりとって、食べるものしっかり食べて、元気にお互いね過ごしていきましょう。はいということで、以上でございます。ここまでね、お付き合いいただきありがとうございました。ではまた来週のダラダラジオでお会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。